10時のニュースです。土曜日モーニングワイドです。4月2日金曜日モーニングワイドです。モーニングワイドです。大阪は5時過ぎから雨が降り始めています。前線の通過で近畿地方全般に雨です。雷を伴って強く降るところもあるでしょう。舞鶴のカメラなんですが、ほとんど見えませんね。松葉ガニの漁が今月6日から解禁になっております。今年の浜相場は1匹1万円前後と去年よりも 25% ほど高い値段で取引されているそうです。舞鶴も雨です。おはようございます。
ございます。おはよう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 ございます。次は。おはようございます。11時になりました。ニュースをお伝えします。
おはようございます。5時になりました。おはようございます。6時になりました。こんにちは。お昼のニュースです。こんにちは。正午のニュースです。こんばんは。どうも。
んは。韓国は北朝鮮が受け入れる用意があるとして。こんばんは。こんばんは。 BS ニュース午前。総額71兆円近くの来年度予算。の政府案が。こんばんは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 。横浜国際競技場で。まあ延期という言います。何です。覚醒剤を使っていた疑いが強まりました。こんばんは。ニュース7です。期限切れまであと5時間です。ガソリンを値下げするのか、それとしず強制徴収もできない異例の事態です。
こんばんは。ニュースセブン今日から担当。おはようございます。新しい法王に選ばれたフランシスコ一世です。こんばんは。ニュースオープン。映像です。ビルの間から赤い炎が見えます。こんばんは。ニュースウォッチ9です。今夜最初は多くの人。こんばんは。ニュースセブンです。こんばんは。ニュースウォッチ9です。こんばんは。サタデーウォッチ9です。今日も鹿児島県で震度5弱の揺れを観測する地震がありましたが、